あ、はい、こんばんは。はい、いや、別に朝だろうとこんばんはっていう予定でしたけど、別に。はい。今回は、もうなんかもう全然企画やってなかった。1年ぶりなの、何ヶ月ぶりかは全然企画やってなかったと思うんで、やるんですけど、ポケットモンスターのスカーレット・バイオレットの対戦だ、まあダブルバトルですけど、まあちょっとやっていきたいと思います。はい。というのは、先ほど、これちょっと、まあ、録画してんのは、ちょっと8月11日だよな、これ。文字切れてわからないんだけど。今日何日 ?11 か。8月11日、まあ、先ほど、まあ、ポケモンの、なんだか、横浜で行われてた、まあ、ポケモンの世界大会および、まあ、世界大会、まあ、今回日本開催だったんですけど、まあ、それおよび、まあ、いろんな催し物がやってたみたいで、いろいろまあ、現地の、まあ僕、まあ自宅にいたんですけど、まあちょっと映像を見てて、すごい賑やかだなってのは思いましたね。賑やかで楽しそうだなって、なんか会場の雰囲気、現場の雰囲気が伝わってきて、非常にいいなと思ってましたね。はい。で、僕はまあちょっとまあだるいんで普通に家にいました。だるいんでっていうかもう、まあ家で見た方がいいだろうなと思って家で見てました。で、それでまあちょっとまあ YouTube の放送もまあほぼずっと見てたんですけれども、ダブルバトルというのが熱いというかなんとか、ダブルバトルは面白い、ダブルバトルに興味を持っていただきたい、ダブルバトルってやっぱ面白いなと思っていただきたいということで、今回はダブルバトルの方をやっていきたいと思います。はい。で、まあ見ていただく通りの、まあシーズン何これ、7、シーズン7って書いてあるけど、今シーズン7なのか8なのか6なのかわかんないです。僕何ヶ月ぶりかに対戦するの本当何ヶ月ぶりかなんて知りません、はっきりして。ちょっと前置き長くなっちゃった。もう2分近いね、もう始めたいで、まあ録画、まあ後で切り取りしますけど、まあはい。で、これでやっていきたいと思います。で、ちょっとパーティーからの紹介と、およびそれの解説にくっついて加えていきたいと思います。まず1匹目、クレセリア。これサポート要員ですね、サポート要員。で、まあガチグマ来る、ちょっと後で見せますけど、ガチグマクレセリアがいるんで、ちょっとまあトリックルームだろうなと相手は思うんですよ。まあただトリックルームで結構守るでターンからされる、追い風よりもターンが確か1ターン少ないんじゃなかったっけな、確か1ターンか2ターン少なかったと思う。1ターンだったかな、少ないんで、まあトリックルーム決まればもう本当強いんですよ。まあトリックルームでもう素早さからの逆転させる技なんですけど、強くて、またトリックルームの強さっていうのはもう素早さにまあ努力値基礎ポイントを振らなくて、全く振らなくていいっていうのがまあ強みですね、トリックルームの強みっていうのは。その分の努力値を、まあ、攻撃特攻なり、まあ、HP なりに振ればいいんで、素早さにはもうポケモンは素早さ勝負ですけど、まあ、素早さに一切振らないで、それがまあトリックルームの構築の強みであります。はい。うん、はい。ただ、守るされ、今作は守るで、まあ、ダイマックスは、まあ、守る感じするんですけども、ターンが枯らされるんで、守るでターン枯らしてくる恐れがあるんで、トリックルームはなしということで、まあ、トリックルームは見せかけ、まあ、ガチクレセいるけど、トリックルーム、ガチグマですよ、これ。いるけど、見せかけみたいな感じです。で、技構成はこんな感じです。今作はリフレク、ちょっと種族値、下方修正入って、ちょっとクレセリア。で、まあちょっとあれなんですけど、ただその代わりいろんな技を覚えるようになって、ちょっと2個目の技、僕知らなかったんですけど、三日月の祈り。水瀬祈り、なんでもないです。はい。はい。声優の話なんかとしてもどうでもいいですね。ちょっとやめておきましょう。はい。ムーンフォース三日月の光、リフレクター光の壁。これ、照らしたら悪なんですけど、悪の理由は、まあ、いたずら心挑発が効かないとか、まあ、そういうのを照らしたらして、いたずら心挑発をかわすみたいな、悪タイプには効かないんで、で、それが僕の狙いですね。はい、今作の。今回のパーティーの。で、光の粘土で壁張ってということです。まあ、もし、ちょっとこれでもう、潜るの4戦目ぐらい、この構築作って4戦目なんで、まだ7戦目かな。まあ、そんな10試合もまだ潜ってないんで、まあ、結果あったらまた変えます。はい。今のところはこんな感じです。三日月の祈りっていうのは回復技ですね。はい。なんか味方なんか4分の1だっけな、なんか回復するらしいんで、はい。いや、もうそんなノリですよ、はっきりして。もうこの技どういう技か知らないレベルのあれですよ、はっきりして。ムーンフォースはもう別にレベル、いくつだったっけな、なんか今作60ぐらいで覚えるんじゃなかったっけな、うん、XY は97ぐらいかなんかで覚えたけど、なんか60ぐらいで覚えるらしいです。はい。うん。はい、って感じです。はい。次、ウーラオス。はい。これちょっとアクテラスタル使いました。もう攻撃アルノミ構築ですね。はい。ちょっと、これ解説ちょっと加えた方がいいのかな。というわけで、トリックルームを持ってると見せかけて、実は持ってないよ、みたいなやつです。両壁ですね。もう、壁構築ですね。基本的に。光の粘土で、まあ、壁のターン増やしみたいになって、まあ、耐久高めるっていうのが僕の狙いです。まあ、サイコファングとか、そうです。サイコファング通らないです。悪。エスパー技なんで、サイコファングは通らないと。で、ゴーストも考えたんですよね。猫魂が通らないとか、ね、猫魂通らない。で、なんだっけ、瓦割り通らない。格闘技通らない。それもちょっとゴーストテラスタのクレセリアは全く同じ努力値の振り分でいるんですけども、まあ、これ悪がね、ちょっと問題あったらゴーストかなんかに変えると思います。はい。ハガニストかもしれない。フェアリーかもしれない。っていう感じです。まあまあ、ちょっと解説だけで、まあ解説10分にしたい、今回。うん。まあ、まあ、これを機に、ダブルバトル、ちょっと今盛り上がってると思われるんで、まあちょっと丁寧に解説、今回ちょっと丁寧に解説していこうかなっていうのは僕は思ってるんですけど、まあ、攻撃技はムーンフォースのワンウェポンですね。はい。あとは三日月の祈り、HP 回復、味方の HP。自分も回復しますね、これ。で、両壁構築ですね。この先リフレクター、光の壁、うん、覚えるようになったんで。まあ、サポート役1ですね。まあ、やっぱしサポート役っていうのは入れたいんで、やっぱしもうダブルバトルにおいては、やっぱ攻撃あるのみなんですけど、サポート役は入れたいなということで、まあ、入れときました。で、2匹目また後で紹介します。2匹目いきます。はい。これ、アークタイプの裏合わせです。一撃ちょっと見せようか。これもうゆらゆら揺れてるのが、水格闘の連撃ってやつですね。水流連打の。で、これなんかまっすぐツーンって突っ立ってんの、棒立ちしてんのが、これアークタイプの裏です。一撃の方ですね。アーク格とタイプズルズギンの同じになります。はい。で、まあ、持ち物の気合のたすき。で、努力値の振り分は見ていただければいいかと思います。はい。まあ、そんなこんな感じで振ってます。素早さ135で、まあ、結構特防振ったかな。うん。で、暗黒兄弟、インファイト、不意地、剣の前。守る入れてない、不可視の拳で特性不可視の拳、相手の守る見切りを貫通するんで、もう攻撃あるのミス、はい。もう、で、あと結構、全ポケモン共通なんですけど、耐久に振ってますね、ダブル、僕は、うん。また後で変えるかもしれません、はい。現在の状況はこんな感じで、インファイト、不意打ち、剣の前、はい。本作は剣の前を覚えました。で、テラスタルも悪に変えましたもん。もう、とりあえずもう、効果力で暗黒兄弟、ボコボコボコみたいなことを考えてます。ちょっと攻撃ここまでで止めてね、素早さちょっと振って、あとは特防にブワーって振った感じですね。ちょっと特防低かったんで。うん、って感じです。はい、こちらが、攻撃枠ですね。物理攻撃枠で、こちらがもうサポート枠2になります。僕サポート2入れる感じなんで、ちょっとサポート3とか入れすぎだし、サポート0とか、1だと読まれる。0だとちょっと物足りない。もうちょっとこのゲームのまだ回答がわかんないんですけど、僕全然潜ってないんで。他のゲームやってたんで、もう全然わかんないですけども。うん、まあ、これ、うん、サポート枠2です。トルネロス。うん、まあ、テラスタラは鋼にしてます。まあ、このテラスタラは、悪のものもなんか、ゴーストのものもそうだったんで、問題があるようだったらまたなんか変えます。はい。まあ、とりあえずもう、飛行だと、岩氷の、今一つにするっていうのが、狙いなんで、鋼の、弱点、格闘とか、が飛んでこないんで飛行なんで、タイプ。で、それをちょっと、守り方面のテラスタルという意味で鋼ですね。こちらはもう、守り方面、ゴーストとか、それもそうですけども、そうか、どっちにしろ虫、ダブルで虫飛ばんけど、虫は飛ばんけどな。うん、トンボガエルとかあるか。うん、とりあえず、クレセリアの高耐久なら耐えてくれるという、オーロンゲとかだったら、ちょっと普通常ポケモンならちょっと耐久も心もとないですけど、クレセリアの耐久だったら耐えてくれるかなということで、耐えて壁張り展開からの、壁張って終わりでもいいっす。はい、はっきりして。はい。サポート1です。これサポート枠2ですね。僕、トレーナー結構使うんですけどね。技構成こんな感じになってます。木枯らし嵐、なんか今作から増えた。なんか本作から追加された技です。飛行タイプの特殊技で相手に2人に攻撃できるみたいなあれです。攻撃技です。はい。で、技構成、追い風。今作から日本バレを覚えたんで、で、相手の水格闘の連撃ってやつですかね、水浦スの水流連打とか、偉大とレジェンズ・アールステースってやつで僕やってないんですけどね。うん。で、出てくる何が進化したやつだったっけ、ハリーセンだったっけな、忘れちゃった。バスラオか。忘れた。僕やってないし知りません。はい。それが進化したやつが特性水水で水でゴーストなのかなタイプで、水水だからもう雨展開してくるんで、水浦スおよび、なんだすいません。水浦スと、イライトとかもとりあえずペイリッパーだとか出てきたり、雨展開を防ぐためっていうのもあります。稀に、これ、日本バレー、雨乞い覚えてるボルトロスとか、そういうのも対策にもなります。雨展開の阻止みたいなのも考えてて、であと日本バレーで古代活性で、この羽ばたく神の古代活性で、特攻は高いし、一番高い実数値、特攻が上がるというのですね。はい。で、追い風日本バレー挑発。で、追い風は、これ10分待ってんじゃん、ここで。追い風はダブルバトルにおいては素早さ関係のポケモンは昔からそうですけども、本当に素早さ関係がもう本当やっぱ一番鍵になってくるんで、だから素早さ操作みたいな、サポートは国で。で、日本バレーは天候ですね。これブラックホワイトになるのかな。ブラックホワイトだと日照りの球根、夢特性日照り球根だとか、夢特性雨降らしによるとね、天候永続なんですよね。だからもう天候永続のポケモンボーン置いて、もうずっとターン、DS のブラックホワイトはもう、そのまんまなんですよ。もうずっとターン続くんですよ。天候変わらない限り。だからもうすごい強いんですよね。だから要するに天候っていうのも、ダブルバトルにおいては一つの鍵になるのかなと思います。シングルにおいてもバンギラス・ドリューズみたいな、バンギドリってやつですけど、みたいな感じで、バンギラスで砂を起こして、ドリューズの砂かきでみたいな、天候も、やっぱもう、ギミックというか、すいません、眠いっす。天候もダブルバトルにおいてはもう一つの鍵です。素早さ操作、天候、であとは回復技、壁リフレクター光の壁構築みたいな、そういう結構ダブルの要素天候盛りみたいな、この2体でやってるんですが、あとは挑発、相手の変化技、追い風日本バレみたいな、そういう技を無効にするっていうのです。いたずら心挑発なんで、先制で打てますという感じです。努力値の振り方こんな感じです。HP252 に素早さちょろんと振って、あと防御特攻に結構振ってる感じですね。で、隠密マント、これもちろん今回から追加された技でもしもです。どういうものかでいうと、ちょっと待って、あと5分ぐらいに待ってください。どういうものかというと、相手の攻撃の追加効果を受けないというものです。どういうものかというと、要するに猫魂、攻撃するついでに相手をひるませる。これを防ぐのに隠密マントって感じですね。最初はゴーストテラスタラですかすって今度考えたんですけど、テラスタラわざわざ切るのも嫌なんで、隠密マントでもちろんバレでもいいです、別に。とりあえず猫魂こいつには効きませんよ、的なものを見せときゃいいかなという感じです。ちなみに技になんか何戦か潜って不備があるようであれば変えます。はい。で、こちら、ちょっともう、書き出しな、すいません。これがサポートアクニーです。僕、基本サポートに、物理アタッカーに、特殊アタッカーにっていうのがダブル僕は基本構築かな。基本の構築だとは基本の、組み合わせでは考えてはいますね。全部、サポートに、物理アタッカーに、特殊アタッカーに、みたいな。では、僕は考えてます。はい。こちら、羽ばたく神。これと HP252 で防御220振ったかな。で、あと残り特攻だったような気がする。素早さには一切振ってないです。何がやりたいかというと、相手の羽ばたく神の、羽ばたく神めちゃめちゃ多いんですよね。もうダブルバトルで。らしいです。多いです、実際。多いんで、とりあえず相手のシャドーボールを攻撃受けて耐えて弱点保険で、攻撃特攻2段階上げて、特攻2段階上がった状態で攻撃するみたいな、そういうのを僕は考えてます。で、ただ相手の羽ばたくで、日本バレにして古代活性発生してさらに強くするっていうのは、追い風で素早さ上げたいっていうのが目的なんですけども、やっぱ追い風構築も多いし、羽ばたく神なんかみんなどこもかしこにもいるんで、そういう意味ではちょっと、安易に日本バレ打つのはちょっと危険かなっていうところはあるんですけどね、相手の羽ばたく神の素早さ特攻も上げちゃうんで、そこは気をつけたいところです。次、ランドロス。これ、化身夢ランドロスになります。ちょっと待って、見せてなかった。化身夢ランドロスになります。霊獣ランドロスじゃないです。特殊アタッカーですね。特攻220ぐらい振ったかな、これ。ちょっと努力値の振り分よくわかんない。とりあえず見といてください。これと、あれこんな感じですね。3戦潜って、ちょっと岩技が欲しいと思ったんで、ちょっとあそこ、大地の力のところ、岩なだれに変えました。ネッサの話、今作で増えた技です。ボルドロスさん、ランドロスにも。ボルドじゃない、ランドルス、サン・オッサンってやつですね。ボルドランドトルネみたいな。特殊の攻撃のまあ全体技みたいな、相手全体技みたいなのが増えて、まあ MMA 中率90か80かは85は忘れたんですけど、まあ、相技です。はい。まあ、とりあえずアタッカーです。はい。力づく夢特性の乱動詞、命の玉。で、追加効果。相手はもう火傷引かないんですけど、その代わり、まあ、言わないで、だから最後にですが、追加効果引かないですけど、その代わり威力は 1.3 倍になるというもの、1.2 倍だったっけど、1.1 倍だったっけな、うん、なるものです。だからとりあえずアタッカーというものです。ちなみに、照らしたら水です。はい。もう、とりあえず水技、氷技が飛んでくるの嫌なんで、水にしました。はい。うん、とりあえずそれだけ気をつけとかなきゃいけない。守り方面のテラスタルってやつですね。浦和さんも攻撃方面のテラスタル、まあ、ランドルさんも、羽ばたかみは攻撃方面のテラスタル、もうランドルさん守り方面のテラスタルってやつです。まあ、特殊アタッカーは僕これ結構、新夢ランドルス結構入れるんですよね。だからもう結構お気に入りって感じです。はい、うん、結構お気に入りってか、これ軸でこれ入れたいなっていうのを考えて、これから軸で考えて、わざじゃパーティー考えてありましたね。結構見なかった。みんな入れるかなと思ったらあんま見れないんで、僕強いと思ったんですけど、ちなみに岩なだれは、数試合潜ってちょっと岩技欲しいと思ったら入れました。いらないと思ったら外します。はい。悪巧みとかにします。なんか本作は覚えるんで悪巧み。はい。で、最後、ガチグマとになります。レジェンズ・アルセウスで増えたポケモンです。僕、レジェンズ・アルセウスやってないんで知らないです。もう他の人から入手しました。はい。技構成こんな感じです。腹元気、自信、剣の前を守る。まあ、攻撃、剣の前でいいのかな。持ち物、特性根性、持ち物、火炎玉で、状態異常防ぎながら、威力上げてみたいな感じです。ちなみに努力値の振り方、こんなになっては、素早さ200ぐらい振ったっけね、これ、正確容器で。相当振った。で、守るは入れてます。ダブルバトルによって守るは有用なんで。で、ちなみに、僕さっき放送見てたんですけど、みんな守るとか見切りとか入れてるんですよね。だから僕ちょっとこのパーティー守る見切りないって、全然入ってないんで、ちょっと変えた方がいいかなっていうのを思ってはいますね、本当に。うん、そこちょっとどうしようかなっていうのは考えてます。だからまたちょっと技構成みんな変えるかもしれません。ちょっとめっちゃもう攻撃あるのみたいになってます。ちょっとなんかもう、サポートじゃないのは。ちょっとこれまあ、守るはまあちょっとまあ、守るだったら例えば相手のテラスタルの様子見とかもできますし、相手はどういうテラスタルっていうのも、読めますし、うん、相手が例えば鉢巻きこだわりスカーフ持ってるようであれば、うん、だからもうどんな技繰り出すのかなっていうのも見えますし、もし分かるようであれば、味の持ち物分かってるようであれば、うん、だからそういう意味でも守るは有用なのかなと思ってます。で、まあ地震っていうのはまあ隣にトルネースやクレセリアがいることを想定してのって感じですね。で、これ素早さが103ぐらい、実数103だったっけな、103か104だったっけな、忘れた、レベル50での。まあ、追い風1回で最速の羽ばたかみを1か2抜くような調整にはしてます。はい。あとは結構耐久振ってみたいな、攻撃全然振ってないな、なんか確か。うんとりあえず上がるから、剣の前して、守りして、根性で替え玉で上がるからいいかなって感じです。パルデア、まあ、いわゆるパルデアローブ神ですね。まあ、この種族地、種族地見ていただくと分かると思いますけど、はっきりしてこれ、ただのローブ神です。ただのローブ神だから、熊の形をしたローブ神です。これははっきりして。強いです。もうローブ神だと思えば、どのぐらい強いのか。まあ、ブラックホワイト、まあ、先ほど言ってましたけど、DS のブラックホワイトのローブ神、もう知ってる方、やった方は分かると思いますが、ローブ神どのぐらい強いか分かると思います。うんあの頃のもう、うん、という感じです。まあ、あの頃のローブシーンを想像していただければいいのかなって感じです。はい。うん。強さとしては。はい。で、テラスタルは毒です。これはまあ、草とか格闘を防ぐという、草技、格闘技を防ぐ意味合いでの守り方面のテラスタルとなっております。はい。で、空元気、地震、剣の前守るですね。はい。毒玉だとちょっと毒テラスタルしたら発動しなくなっちゃうんで、ちょっと、うん。だからそこはもう、うん。火炎玉にしてます。特性消されたりしたらちょっと終わっちゃうんですけど、攻撃5段階下がるんで、もしかしたら毒玉の方がいいかなと思うんですけど、そしたらちょっと毒テラスタと合わないか、噛み合わないかなって感じです。で、まあ、守るは入れてます。ちょっと守るがあまりにもなさすぎるんで、まあ、先ほど言ったら、あとはもう追い風とかトリックルームのターンを枯らすのにも有用ですし、そういう意味でも守るは有用です。はい。あとは、例えば守るがないっていうのもバレちゃったら、例えばパーティー見せる段階で、まあ今回の全国大会は、世界大会はなんかもう事前に技とかテラスタルを公開って感じだったんで、もうそうなると守るがないとなるともうバレちゃうんで、もう守るがないってバレちゃうと、もうひたすら攻撃受けるんで、もうまあ相手の選択肢を増やしちゃう、相手の選択肢を相手にとっての選択肢を増やしちゃう。減らしちゃう？ごめんなさい。うん。まあ、とりあえず、じゃあ自分の選択肢が減る。相手の選択肢が増えるんで。うん、相手の選択肢が、とりあえず相手に選択肢を減らさせる、増やさせちゃうんで、そういうことはしてはいけないという意味合いも守るです。剣の前は2段階アップです。で、自信は、そんなガチクマクレセリアのトリックルームを、偽装で、トリックルームすると見せかけて追い風構築ってやつです。はい。って感じですね。はい。ちょっと今から予定あるんで、ちょっと晩飯食いたいんで、ちょっとここで放送終わらせ、一旦終わらせていただけます。すいません。はい。ちょっとこっから、1.5 倍速で行こうと思うんですよね。ちょっと、時間ないんで、もう申し訳ないですが、相手の構築、トルネードさん、アマホラーグさん、羽ばたく神、いいゆい、ウーラースサーフ王です。こちら、こんな感じですね。はい。アマホラーグさんは風技を防ぐか、風技を無効にする風乗りという特性があるんで、ここで気をつけたいのは、やっぱり、サーフ号が鋼テラスタルでひたすらこだわりメガネ持ってゴールドラッシュ連打してくるのが一番怖いかなとは思ってたんですよね。こちら鋼を鋼を今一つにできるのがないんでそれで押されるのかなってやって実際そうなっちゃったんですけど結果から言うとこの構築やっぱ地面も2体いて、水でも押されるんですよね。ちょっと弱点偏ってるかなっていうのは僕思ってる、この構築の反省点かなとは思ってますね。はい。では対戦よろしくお願いします。そうですね、ウラオさんも選出の段階では水かは秋か分かんないんで、水ウラオスか秋ウラオスか。そこは強みなのかなと思いますし、相手にすると嫌かなというところです。これですね、まずこの対面、トルネードサーフル、こっちトルネードサーフタッカー。でこっち追い風やったんですけど、こちらテラスタルアークです、トルネオス。なんでテラスタルアークかというと、この次もうすぐ出てくるんですけど、いたずら心挑発を無効に、悪タイプだといたずら心挑発を無効にできるんで、悪テラスタルにしてます。クレセリアもう以下の理由からしてるんですけど、挑発を食らってしまいました。でもこれであとはこれ押された選手、こっちの方が先打てるんで、サーブゴールでこれ特攻1段階下げるとでゴールダッシュこのダリメガネで鋼手だったらゴールダッシュ連打してくるやつ羽ばたく神はやられました。これ僕羽ばたく神ちょっと反省かなと思ってるんですけどテラスタル炎にしとけばよかったのかなとは思ってますね。普通に、フェアリーのまんまではちょっと体勢変えるぐらいのことはしとった方がよかったかなとは思ってます。ちなみにこれも挑発食らってるの他の変化技は打てないですで、ガジンは守る。もう何がしたいかというと、相手のゴールドラッシュ、ゴールドラッシュで相手やられました。相手に思うようにやられてます。はい、ゴールドラッシュで一応マジカルフレームで1段階下げて、2段階下げて、これ3段階下げた状態になってるんですよね。サーブ後のゴールドのとこが3段階下がってるんで、こだわりメガネ持ってるんで、ここでランドロスが出てきます。はいでテラスタル僕のランドロステラスタル水なんですね。弱点が水と氷だけなのでテラスタル水も体勢から考えて水っていうのは僕が決めてたんですけど、技はこんな感じです。はいでとりあえず技を打っておこうかなって感じでとりあえず守るでガチグマ守るで様子見ていって様子見ててからもうゴールドラッシュのとりあえずメガネゴールドラッシュだと思ったんでテラスタル怖い顔、素早さをガクッと下げるやつです。これも変化技です。相手の素早さを下げるのに有効な技です。トルネオスはもう本当にサポート役として優秀ですね、本当に。今作の特徴としては前作は、ちょっとここで、あれすみません、その前に今もう、HP、ランドロスの HP も、さっき給食食らっちゃったんですよね、ゴールドラッシュ3段階下げてるの意味なかったかなって思ってて残念だなって感じですね。もったいないなって運が悪かったというやつです。これもポケモンなんでしょうがないです。こういう運の要素も含めたのがポケモンなんでこれはしょうがないです。あれが球場当たってなかったらもしかしたらいい勝負だったのかなとは思うんですけどもこれもここで一方的にやられちゃうという感じになってしまいました。はい、1試合目テラスタラも僕基本的にでこれ外すんですよね。これ外すんだったらまって話だったんですよね。でも相手のカバダッカーも耐久かなり相当振ってるんでこれ HB252 ぐらいは振ってると思うんでこれは勝てなかったなというのが今回の試合第1試合目でした。はいって感じで対戦ありがとうございましたって感じです。はいで今回4試合目とね、4試合で録画してあるんで、もう今回2試合目になりますね。先ほど1試合目あって、今回2試合目。今回サンダー、ウーラオス、羽ばたく神、ゴリランダー、レイジュランドロスヒードラーになります。でこちらもこういう選出になります。ちなみにこのフルセリアはまあ最初に見せた通り、まあ技構成トリックルームではなくて両壁みたいになってます。リフレクター光の壁の、まあ、相手に見せてる段階では技見えてないんで、もうこれも多分もう相手がガチグマクルセリアでトリックルームやってくるのかなみたいなことを警戒させてるっていう部分もあります。で相手はまあゴリランダが猫魂を持ってるっていうのはちょっとまあ警戒点かなとは思ってますし、サンダーも結構やっぱサポート役としては優秀なのかなと思ってますね。電気小手タイプは優秀なんで。でこれが2試合目になります。対戦よろしくお願いします。はい、でまたいつも最初からこれなんですけども、やっぱり羽ばたく神の照らしたら炎にしとくべきだったかなって思うんですよ。ちょっとオフでもちょっともう鉄のカイナのヘビーボンバーでボコボコやられてたんで、ちょっと一方的にやられてたんで、あちょっと工夫が足りなかったかな、もうちょっと試合を潜っていくべきだったかなっていうのは僕は思ってますね。はい、で追い風、まあとりあえずまあそれぞれサポートです。挑発打たれない大丈夫だと思って、あえサンダーを追い風で、これがヒードラースターかも。ちなみに僕の羽ばたく神逆転保険なんで、まあここで特攻攻撃2段階アップで、ここですね、まあ、でこの後なんですけど、ヒードラーが持ち物食べ残しなのを確認したんで、次守りやってくると思ったんですよ僕、ヒードラーが。で挑発はいたずら5挑発だとまあ優先度1で打てるんですけど、守るは優先度345だったっけな、とりあえず6だったっけなとりあえず優先度すごい高い技なんで、いたずら5挑発というのも先に守られるんで、とりあえず変化技を打ちそうなサンダーに挑発を打っとこうかなという感じで、僕はサンダーに打ちました。はい、ここはもうヒーローはちょっと守り読みだったんで、僕ここヒーローは守り読みでしたね。でまあ、とりあえず、まあ、威力の高い方がこんだけ結構削ったかなって感じです。で、ディマンプルこれ耐えまして、HP25 に結構耐えてるけど、ただやられてしまいましたと。はい、まあ、こんな感じが、まあ、これでもう4対2になってしまいましたと。はい、まあ、こんな感じですかね。はい、まあ、相手はヒードな食べ残しなんで、まあ、絶対守ってくるなんて、次、地面2体出すんですよね。2体出すんで、まあ、相手はまあ守って様子見てくるだろうなって、照らすたら何、まあ、追い風切らすなり、まあ、して様子を見てくるだろうなと思ったんで、自分に技飛んでこないように、ガチもこれ、剣の前を選択しました。おっ、これでここでヒードランやっぱり守ってきたと、ここはいい選択だったかなと思ってます。なかなかファインプレー的な選択だったと思ってます。これでサンダー倒すと、サンダーも羽休めとかできないですよ、もう変化技打てないようになって、挑発してる。でこれでガチグマ攻撃ずんと上げて、ここが失敗したかなとは思ってるんですよね、2試合目、でこれでもう 2段階、攻撃2段階上昇してガチグマで、いや本人替え玉根性やけどで、まあ、これで 1.5 倍になるんで、ここがもう選択ミスったかなと思ってるんですよね。相手出てくるのはゆらゆら言ってるウラオスなんで、水ウラオスです。はい、連撃です。でここ失敗したかなと思ってるんですよね、僕はテラスタランドロスで切っちゃったんですけども、これランドロス宙に浮いたままガチグマでテラスタル切って、水流レンダーウィンファイト耐えつつも地震で一掃していくのが本当はそっちが良かったとは思うんですよね、僕は。僕はこうちょっと選択を誤ったかなって感じですね、ここは。ちょっともったいないミスだったかなとは思ってます。はい、まあちょっと水裏をちょっと確認したんで、水テラスさんなんでちょっと確認したりと、スイッチのカメラで保存してますね。これ選択僕ミスりましたね。はい、でガチグマに飛んできました。これはここランドロス捨ててもよかったと思います。はい、まあ運なんですけどね、まあもちろんこれ水流連打が、ガチグマ側に飛んでくるのであれば、ガチグマがテラスタル切って水流連打が多分3発だったらギリ耐えると思うんで、まあそれでまあガチグマ裏と両方一掃バーン一掃すればランドロスも残るんで、そんな感じで進めてきればよかったかなと思って、ただゴリランナーがここでまあ、ちょっと猫魂持ってるんで、まあここでもう勝負ありって感じですね。はい、猫魂打って、あとはもうなんか技打ってって感じですね。これでもう勝負ありって感じです。はい、ちなみにランドロスの技構成、確か 前回の取った時よりもただちょっと変わってるかもしれない、もしかしたら。ちょっと変えました。やっぱ全体を渡ってるのはもう正義なんで、でこれでまあ当てるんですけども、だからこれ草技でやられてしまう。このリールでのゴリランダー強いですね。まあ、ゴリランダーでまあグラスピードでまあインスタングラアンマのアルマの展開も阻止する、そういう感じでした。はい、でまあ、3試合目の方に移りたいと思います。試合は3試合目録画の方になりますので移りました。ちなみにランドロスのアイコンちっちゃいのすごく気に入ってます。個人的に相手の構築トルネロス EUE モロバレルイエスサンメスオーニューライライトです。ちなみに僕オーニューラのタイプ知りません。はいまあ、やっぱまず相手のポケモンのタイプとか種族値とかそういうことをまず知っとか特性とかもう技構成とかそういうことをまず知っとくのがまず大事です。はい、イライトは僕これ知ってたんでもう、特性水水でかなり火力が出るっていうのは知ってたんで、はい、なんとか対処するような立ち回りはしてたんですけれども、ちなみにこれ努力値見せときます。はい、全部各自見てください。ちなみにもう 1.5 倍速なのは30分の動画を20分に収めたいから、まあこんな感じ、まあ駆け足でやってるって感じです。ちょっといっぱい試合取りたいなっていうのがあったんで、まあまあこんな感じで。ちなみにガチグマンドクテラスタになってます。だから水流連打、さっきの水流連打ちょっと耐えなかった、まあ多分耐えると思うけどな、インファイトとかそっちにケアしつつもあるし、でゴリランダーの攻撃も耐えるし、草技も耐えるし。では対戦よろしくお願いしますということで、はい、イエスさんとオーニューラ、まあ、イエスはサイコメーカーですね。イエスさんグレンアルマっていうのは、まあ、前にまあ、ダブルバトルで、よくあった構築ですね。これオーニューラ、まあ、ちょっと僕オーニューラのタイプマジで知らないんでタイプ知らないんで結構もう困ったんですけど、まずはまあ追い風打てるかなって感じだったんで、まずはまあこれはまあ最初はまあ守るで様子見ようかなという感じで、まあ、最初は守るしました。はい、まあこれでまあ相手テラスタル切っていくようにしました。はい、岩ですね。はい、僕ちなみに何タイプか知りません。ホーニューラの元のタイプ知りません。よくこんなで戦ってた感じですけど、だからそのためにもやっぱり試合を重ねて、まあ場数を含めていうのが大事なのかなとは思ってますし、まあ相手を知るっていうことも大事です。はい、でこれオーニューラ岩なだれやってます。これ追い風打って、ね、このガキの結構素早さ振ってるんですよね。素早さに努力値200ぐらい振ってて、で陽気に正確陽気にしてるから、これ大ニューラより速いと思ったんですよね。ここでここで日本バレですね。なので日本バレっていうのは裏にイライトがいるんで、雨展開してくるのはちょっと読めちゃって、ここでやられてしまいましたの、ね、ちょっと、大ニューラの方が速かったと、ちょっと予想外だったんです。これはもう先ほども言ったように、もう裏にイライトがいるのはちょっと読めてたんで、僕もあ、すみません、ちょっと眠くなりました。眠くなりましたじゃね、もう申し訳ないですね。なんかちょっと、結構これちょっと深夜にちょっと溜めて収録してるからアンコ兄弟、このウーラオスのもうアクテラスタルアンコ兄弟は本当強いです。もう飛ぶぞって感じですよね。いや実際飛ぶんですけどね。はい、では、まあ、実際にもうこれイエスタングレアルマにも強いんですけど、まあ悪にしちゃったらもう最後技術とかも飛ばないんで、最後技術とかも無効なんで、エスパー技もこの強いですね。だからこのイエスタン出てくるの展開には強いのかなって感じですね。はい、これ飛びますね、バコーンって、めっちゃ強いです。はい、オフの大会、出たオフの大会にも、1週間前ぐらいに出たオフの大会でも一番活躍してくれた感じですね。はい、これですね、レイジュランドロスもなかなか強いし、僕気に入ってます。はい、アイコンちっちゃいです。まあ、アイコンちっちゃいのはまあいいと思いますけど、はい、で、まあ、これで相手はイライトでできますね。で、トルネロスがこれ、後発で出てくるんですよね。ちょっとここ意外だったんですが、でトルネロスは雨乞いだろうなっていうのは僕は読めてましたね。あ、トルネロスは雨乞いイライトを水水で、まあ水技どっちか片方に打ってくるなっていうのを読めてたんで、とりあえずイライトを飛ばすことを先決に考えて、草結びイライト水ゴーストだったかな、確かタイプはなんか覚えてない。とりあえずイライトを飛ばすことだけを考えるで、こういう予想で雨乞いしてきましたよ、ね、でイライトを水水でアクアジェットなんですけど、これサイコフィールドで守れてる、サイコフィールド相手が忘れて感じ、運が良かったで、これ飛ばしますね。まあどっちでも飛ぶようにどっちでも倒せるようにしといたんですけど、もう読めてたんですみたい、それなんですね。ダブルは天候、素早さ操作の他にも天候操作とかも重要なんで、まあ日本バレー雨乞いとか、あとはもう今作はなかなかないですけども、砂かきとかバンギドリューズみたいな砂構築とかそういうのもあります。ガブリアス砂が来るみたいな、そういうのもあるんで、でこれで勝てたという感じで、この試合は勝てました。もう結論が先にいっちゃうのいけないような気がするけど、まあまあ勝てましたというのが今回の3戦目の結果ですね。もうちょっと構築大体読めてた、相手のやってくること読めてたんで大体勝てたって感じですね。大勢ありがとうございましたって感じです。はい、4試合目になりますね。はい、はい、4試合目は対戦よろしくお願いします。はい、トルネロス、みんなトルネロス入れてますね。やっぱトルネロスもサポート役として優秀なんで、トルネロス、ウーラオス、パオジアン、ヒスイウィンディ、岩炎のやつね、マグガグロみたいなタイプのやつ、海竜、羽ばたく神ですね。はい、まあこれちょっとこれ選出段階でちょっとパオジアンやっぱなんすね、氷水がガチグマランドロスに刺さるんで、ちょっとこれはちょっとトレロスにも刺さっちゃうんで、氷だと、ちょっと分が悪いかな。これパオジアン呼んじゃうなってことで、あとクレセリアにも、バズに通るんで、ちょっと反省点ではありますね。今回はちょっと先発変えました。はい、クレセリアガチグマみたいな感じですね。でこれどっちを選ぼうか迷ってて、僕は最終的にどっちやらない、化身ランドロス選んで決めましたね。化身力づく玉ランドロス、夢ランドロス選んで、でやっていこうという感じですね。対戦よろしくお願いします。これ4試合目、今回の対戦最後の動画になります。30分の動画は20分で終わらせたいんで、ちょっとかなり駆け足でやってるんですけど、ありがとうございます。はい、でまあ水裏押すですね、あれはゆらゆら入れてるんで。で僕はもうガチグマクレセリアの並び見せた瞬間、相手トリクルーム絶対警戒してくると思ったんで、これはもうクレセリアでテラスタル切りました。クレセリアでテラスタル切って、挑発防ぐため、挑発防ぎながらリフレクターっていうのが狙いだったんですけど、僕ここで守るを選択しちゃったんですよね。裏をして裏を特性不可視の拳で守るを無視してこう、相手の守るを無視して攻撃できるんで、本当ダブル強いんですよね。ただそれを知らずに僕やってしまったと。ファインプレーのち、もうボンミスみたいな、エラーみたいな感じ、ただこれちょっと思ったのは、わざわざクレセリアでテラスタル切るぐらいだとオーロンゲとかでいいのかなとか僕は思ったんですよね。ちょっとでこれちょっと守れちゃったのを守る貫通されて、もう攻撃されてますので、もったいない限りですね。はい、ちゃんと相手の特性も覚えていきましょう。ちゃんとだからそういう意味でも爆発はできないって感じです。ちなみに挑発は不定で、リフレクターは晴れた、やりたいことはやれたって感じですね。ここはでもあとはもうこれしょうがないんですよね。もうめちゃめちゃでも挑発不定だか、これはもうしょうがないんで、三日月の祈り入れてたんですけども、他の技でもいいかなっていうのは僕思ったんですよね。ちょっとクレセリア三日月の祈りだったらもうちょっとなんか、でもトルネロスは好き放題やりますね。もうサポート役も相手好き放題やりますね。今作はもうテラスタルっていうのはもう前作のダイマックスと、これ裏を使いましたとかって前作のでこれでプレステージで倒すと、前作のダイマックスとかはもう本当に普通のポケモンでもでかくなればもう誰でも活躍できるって環境だったんですけども、とりあえずもうテラスタルっていうのはとりあえずタイプが変わるだけなんで、もう種族値の高い純伝説ポケモンがどうしても強くなっちゃう傾向があるんですよ。どうなんだろうって、そこは思いましたね。はい、でこれパオジャン出てくると、ここパオジャンウーラス不意打ちだと思って思いました。パオジャンウーラス不意打ちか、普通に攻撃してくるなと思ったんですよね。ここ何してきたっけ、でウーラス不意打ちで、なぜかこれ吸収に当たった運が良かった。でこれそうですね、ここからします。裏倒れますね。ここがもう運が悪い、ここがこれも運なんですけども、これがギリギリ残られた、きついかったですね。あとはもう氷弱点ばっかなんで、もうどうしようも氷弱点どうしようもないです。はい、氷4倍なんでどうしようもないです。ここの魚とって、あともう HP ゲージもうミリでもうあとは守るでもうあとはもう取り戻すと、ここからします。こでまあ後続のポケモンがなんか、物理ポケモンばっかかなと思って僕は打たなかったんですけど、光の壁打たなかったんですけど、まあ壁は張っといた方がいいのかなと思って思いましたね。はい、三日月の祈り使う場面なかったな、結局。耐久戦、そんな耐久戦になるんだったら使うけれども、耐久戦になかなかならないから、ダブラもうダイナミックにもうみんな攻撃みたいな感じだったって感じで、第4試合目が終わりましたという感じです。対戦ありがとうございました。以上で放送、以上で終わります。これなんかやってみます。はい、終わります。はい、という感じでダブルバトルの方を、スカーレット・バイオレットのダブルバトルの方4試合の方駆け足で放送させていただきました。ご視聴の方ありがとうございました。この動画をきっかけにダブルバトルを始めていただく、またダブルバトルに興味を持っていただくたら僕は嬉しいと思ってます。ではまたの機会にお会いしましょうということで、今回の放送は終わらせていただきます。ではでは。